はい、皆さんおはようございます。サイクルガレージ系です。本日は日産スタジアムで開かれるエンデューロに参加していきたいと思います。ロードバイクの部分はもう朝からやってるみたいなんですけど、今回こちらファットバイクでエントリーいたしました。なので僕らは、15時スタートかな。今ゆっくりと足を使わないように走っていきたいと思います、まあ、会場まではだいたい1時間半から、まあ、ゆっくり行って2時間で、14時、13時頃にエントリーして試走をしてスタートしてあります、まあ、今度エンジョイコースなんで、エンジョイコースでスタートするんで、まあ、めちゃめちゃガチガチではないと思います。武蔵小杉のここのルートってもうかれこれ 4,5 年工事してますよね。めちゃくちゃ時間かかりすぎると思う。さあ、いっぱい来た。うお、怖い。前見てないから怖いわ。進まねえ。って言われたんで徐行で走ってってます。215って書いてる。215だいぶ裏じゃねえこれ。だいぶやっぱ裏から来ちゃった。やらかした感じね。やらかしじゃないんだけど、この周りぐるぐる走るの風がないから楽なんだよね。とりあえず215まで飛ばしていきます。受付済ましてきました。だいぶ裏側でしたね。じゃあとりあえず今から会場入りしていきたいと思います。3人トイレ行きたいんだよな。とりあえずゼッケン貼り終わって適当にブラブラしてます。いいやじゃん。
Thank you.
くからです。このニッサンスタジアムのこのイベントに
なんだあのちっちゃい自転車。
ラストランかな。スタジアム、サイクルなんだっけフェスティバル、まあ僕なりには結構出し切った感じがするんですけど、どうですかね。とにかくね、向かい風がエグすぎてね、辛いっていうのが常にありましたね。風邪ひいたみたいな、カーソンみたいな感じの咳がめっちゃ出てます。めちゃくちゃ寒い今なんで、安全運転しながら綱島方面から帰ります。いやー、なんかでもな、空がめっちゃ雨降ってる感じがするから、ちょっとなる早で帰ります。さて、帰ってきた。疲れた。腹減った。さてさて、おなんかキャンプやってるんですか。この動画が面白ければ、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。励みになります。自転車の世界を盛り上げようと頑張るために活動を進めました。さて、次はロードですかね。あとはちょっとしばらくお休みしたいと思います。疲れる。では、皆様、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。